こんにちは、2代目バイヤーです。本日ご紹介するのはこちらです。チッチリーン2代目。お、あ、ガルシ動画撮ってます。あ、撮ってる。いい、ちょっと。あ、どうぞどうぞ。ちょっと相談だったんですけど、はい、俺もう携帯変えた、うん、iPhone 変えたくて、うん、今 5S で、はいはいはい、そうですね。で、うんうん、6とかランク上げたいんですけど、うん、今ね、クリアケース使ってるんですよ、これ、うんうんうん、クリアケース、はい、どうせ買えるんだったら、うん、バンパーとか使ってみたいなとかって思ったりもしてるんですけど、いや、ケースもね、好きなんですけど、うん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 、バンパーも使ってみたいなとか思ってて、ガルシ、いいのあるよ。え、これ、超かっこよくないですか。あ、すげえ。なにこれ、何製。まず素材、まずね、私は素材が気になるのよ、うん、素材、これ、うん、ステンレス製なんですよ。出たステンレス？ステンレス。ステンレスの強いところって確か傷がつかないにくいみたいな話ですよね。そう、傷つきにくいし、うん、あとはそのアルミバンパーよりも結構ね、やっぱり頑丈、硬いんですよ。まあね、うんうん、素材がステンレスなだけあってやっぱり、ね、そう、剥げない。剥げない。おう。で、あのアレルギーとか金属アレルギーとかある方にも結構安心、うんうん、あの医療用とかでもステンレスって結構ね使われているので。そう、そう、金属バンパーなんか金属アレルギーとかで気になっちゃって使えないよっていう人にも、うんうんうん、これはおすすめです。それで言うとね、うん、私も指輪をつけるとね、うん、あのシルバーアクセサリーとかつけちゃうと、うんうん、もっとかぶれてきちゃうの。あ、で、携帯なんかさ、うん、もうあの iPhone とかね、うんうん、常にこうやって握ってるから、うんうん、どうしても手がもうかぶれてくる心配があるけど、うんうん、ステンレス製だったらそんなことがないから、そう、いいね、うん。あと手の油とか汗で腐食しにくいんですよ。色が変わっちゃったりとかっていうのもしにくい、うんうんうん、素晴らしい。いい ね。これなんか色とかあるんですか。うん、そう、これが今ローズゴールドなんですよ。それローズゴールド。そう、メガネかけてたら暗かった、うん、そうだね、そうだね、うん、これがローズゴールド。ちょっとまあゴールドよりでも赤みのあるゴールドです、はいはいはい、で、これちょっと開けてみようか。それ、そっちね、すごいおすすめ。うそ、うん、なんか見た感じはもうレインボーな感じで。そう、レインボー、レインボーな感じ。レインボーというかね、あの日本語で言うところの、そうそう、うん、日本語で言うところの玉虫色。カメムシ？タマムシ、うん、あの光の加減で色が変わるっていう虫。お、ね、知らないわ。あれ虫知らない、知らないわ、うん、タマムシっていうね、虫がいるんです。これは本物なの？こうやって売ってるんですか？あ、こうやって売ってますよ、はい、すげえな。そうです、出しちゃっていいですよ、これ。ほう、見て、これ。何これ、すごいでしょ。色がわ、すげえ。パープルっぽく見えたり、ブルーっぽく見えたり。あ、まさにその言ったタマムシっていうのをイメージしてるのかな。そう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 。へえ、すごい綺麗、うん。ジュエルビートル。ジュエルビートル。はい。タマムシってカメだ。ビートルだから。ビートルはビートル。そしてこれもね、かっこいいんだけど、これブラック。うわ、待って、俺ブラック派だわ。ねえ、これ超かっこいいでしょ。ブラック派だわ。あのガンメタリックみたいな、うん、でガンメタ系って結構あのツヤのないもの多いんですけど、うんうんうん、これね、ツヤツヤ、なんかガルメタリックだね。ガルメタリック、うん、ガルメタリックだわ。ガルメタ、かっこいいじゃん。かっこいいよ、はい。なにこれ、そう、すげえ。かっこいいでしょ。で、中にもちゃんとね、うん、こう、まあ、滑り止めだったりとか、はいはいはい、あの傷がつかないようにちゃんと緩衝材入ってますよ。そう、あの何がいいって、うん、あのバンパーとかつけるときって、うん、iPhone を保護するかもしれないけど、うんうん、バンパーとかあのケース自体に傷をつけたくない、うんうんうん、だから素材そのものが傷つかないっていう話だったら、うん、気軽につけれるし、落としてもね、それなりのショックはないよね。そう、大丈夫、うんうん、で、かつそんな剥げないっていうし。そう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 。で、かつね、ずっと使ってられる。そう、うん、で、これネジとかも必要ないワンタッチタイプの、ほら、こういう、ここにね、ここでパカって開くようになってるんです。普段はネジが必要なんですか。そう、僕あのつけたことがなかったんでね。あ、そっか、結構あのネジ付きのもので固定するもの結構多いんですが、はい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 、こういったまあ、あのワンタッチのもの最近まああるにはあるんですが、これちょっとまあ特殊ですね、はい、結構あのバカンとこう離れるものもあるんですけど、はいはいはい、これはここでつながってます。で、パチンと最後止めるような感じになります。取り付けも簡単。ほら、え、それ2代目の。うん、これ2代目のです。で、お、ここね、ここのボタン、うん、これをカチッとやって、でパカッと、で、そのまんまスッとスッといけば OK。 へー、うん、バンパーってこんなに簡単なんですね。そう、最近ね、すごく優秀なんですよ、作りも。なんかね、バンパーってちょっと難しい感じしてたんですよ。でもね、意外とこうやって見たら、初めてこうやって見たけど、うん、
しっかり簡単にかつ守ってくれるっていうのはね、うん、いいです。強いね。というわけで、というわけでガルシ、せっかくね機種を変えるんだったらちょっと初挑戦のバンパーなんかもいかがでしょうか。いいね。あーでもさこっちもいい ね、これかっこいいね。かっこいいね、うん、そっちかっこいい、はい、これもかっこいい、うん、でもガルメタリックもいいよ。ガンメタリックね。はい、これもあります。いいね。はい、全然悪くないよ、うん、かっこいいと思いますんで、ぜひともあのガルシもアップバンクストアの、はい、ウェブサイトからぜひとも行く、はい、ご購入くださいませ。ポチッとする、うん、ポチッとしてください、うん、はい。というわけで本日はこちらのリーフのクリーブステンレスバンパーご紹介させていただきました。はい、はい、それではバイヤー、バイヤーチャンネル24をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。バイヤーチャンネル24では